成功だ。アクシデントはあったが律者殺しは第二次崩壊で十分その価値を証明したよセシリアの地は極めて高い完成度に到達したと言えるあと一歩で聖なるシャニアテの地が完成する。 律者殺し、オットーが第二次崩壊で律者に使った秘密武器。続きを読みましょう。なぜだもう十四年目だ。あと一歩だというのに、なぜ聖なるうちに進展がないのだ僕はせっかちになったのだろうか。 何これち、ファイヤーウォールが作動したわねでも簡単よ任せなさいあ <laughs> おしよっ 今回の相手は触手まみれなんてことはないわよねどこに隠れているのかしらなぜだもう14年目だあと一歩だというのになぜ聖なる地に進展がないのだ 僕はせっかちになったのだろうか。500年も待ったではないか。三つのジェムの力を引き出す実験は着々と進み、もうすぐ試験段階に入る。だが、それまでに聖なる血が完成しなければ計画全体が遅れてしまうな。それはダメだ。スランプに入ったみたいね。もう解決方法は見つかってるわよね。 調査を続けるわよ小娘たちの相手までしなきゃなんて艦長も苦労してるわね艦長期待しているわよ目標捜索中

彼が設計した HSNB46 結成は、なんと体内に循環することで、崩壊エネルギーの力を失わせ、外に出してしまうのだ。彼はこれを、バルキリーの治療薬として開発したのだが、僕は一目で本当の価値が分かったよ。これこそが、僕が探し求めていた、聖なる血を完成させる最後のピースだ。 博士と共に祝杯をあげたかったが残念ながら博士はもうこの世にいない数式から導き出した比率をもとに聖なる血のサンプルに HSNB46 結清を混ぜると 液体は鮮やかな赤色になった実験記録初実験3組の実験対象はそれぞれ普通の女性 C 級バルキリー感染した女性ゾンビだ年齢は全員18歳 身長、体重及び各種生命指数は全て人類の平均値である。実験結果、注射後普通の人類に反応は見られなかったが、バルキリーは改造によって得られた崩壊エネルギーをコントロールする力を失った。そして一番面白い結果を出したのがゾンビたちだ。 注射後のゾンビは苦痛に苛まれ暴走しうち少数は意識を失った意識を失った個体からは再び微弱な脳波が測定された仮説を立証するには実験を繰り返す必要があるが残念なことに HSNB46 結成の製造は大量の資源を要するためスピーディーに実験を繰り返すことができないここで終わりよいっぺんに最後まで書きなさいよもう実験結果が気になってしょうがないじゃないもうすぐ目的のものが見つかるような気がするわね HSN? B46? 敵がいない時は起こさないで今回の相手は触手まみれマミルなんてことはないわよねどこに隠れているのかしらどこに隠れているのかしら 期待しているわよどこに隠れているのかしら、はい 目標捜索中山頂期待しているわよこれが最後の記録よ何でもいいから役に立つもの書きなさいよ どうなってんのよこれ成功だ聖なる血と血清を混ぜた液体を注射された帝王型崩壊獣は目に見えて衰えていった同時にその体内の崩壊エネルギーも主体のコントロールから脱した崩壊エネルギーだけで構成された帝王型崩壊獣は結果的に一瞬で怪人に帰した やっと完成したよ。これこそが人類の神殺しの槍。すべての準備が整った。K423 は計画通りに聖フレイヤ学園に入学した。監視役も配置済みだ。神殺しの槍も手に入った。あとは収穫を待つだけだ。 スラその神殺しの槍は作れるこれを使う時が来たと思うの。 あんまり期待しない方がいいわよ量が少ないからチャンスは一回だけ敵は私が片付けるこの薬はあんたに任せるわ。 ややってやるわよ私の邪魔をさせないようにしっかり守ってなさいよ敵がいないときは起こさない目標到着中 この下がフカが言ってた最下層かしらちょっと姫子まだ生きてんのピンピンしてるわよ最下層に向かうエレベーター 近くに敵はいないはず死体はあんたが行って時間がないから別行動よでもあんたはいいから行きなさいよ迷ってる暇はないのほらこれこれはバルキリー装甲の予備パーツよ実験室で見つけた ここまで来るのに、あんたの走行もボロボロでしょ中で死なないでよ。あんたを引きずり出す時間なんてないんだから。<laughs> 大丈夫よ。下に行ったわね。よし。次の実験は誰にもいてほしくないわ。 今は15時44分ね。手順通りにサンプルもできたし、試験段階に入るわよ。 やっぱり私、私て。 ここが最下層深来てやったわよう